ベーラ・ベアニー、ベラビクトル・カール・バレニーは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の自動車技術者。1907年3月1日に、オーストリア・ハンガリー帝国で生まれた。幼少時から自動車に親しみながら育ち、ウィーン工科大学の学生だった1925年に、大学での研究テーマとして、後年のフォルクスワーゲン・ビートルと同様の概念の、空冷水平対向4気筒エンジンを、 リアオーバーハングに搭載し、トランスアクスル及びバックボーンフレームと組み合わせた4輪、独立喧嘩の合理的なリアエンジンの乗用車を着装していた。1937年に着装し、ベンツ入社後の1952年に特許を取得した、クラッシャブルゾーン等、数々の革新的な機構を考案して、ダイムラーベンツに在籍中の34年間で2500件の特許を取得して、 1994年にはアメリカデトロイトの自動車電動入りを果たした。ゴットリー・プダイムラー、カール・ベンツ、カール・ボッシュ、ルドルフ・ディーゼル、ハインリヒ・ノルトホフ、フェルディナント・ポルシェに次いでドイツ人としては7人目だった。1994年10月には日本の雑誌の広告にも登場した。ありがとうございます。